はい、どうも西山崎でございます。そして本日も準レギュラーの五十嵐俊二君でございます。もう準レギュラーってなんだね。準レギュラーですよ。テロップ出てるでここに準レギュラーって。はい、そうなんですね。というわけでですね、はいはい、前回くら寿司さんで、うん、見ましたよ。見ていただけましたか、はい、あの過酷な企画を。やりちゃいます。いや、めっちゃなんでわけわかんないもんバカ頼んでる。違う、でもお前な、学生街のくら寿司なんてわかるわけがない。いや、わかるって。それでももうおじいちゃんなんですよ。違うよ。でもこれだからね、もう芸能界で育ってきた人は違いますね、やっぱもう。いや、関係あるよ。で、今回ですね、はい、その伝説の企画パート2というわけでですね、はい、ここ、牛角さんにご協力いただきまして、ちょっといくいですか。はい、どうぞ。スムージーで痩せさせようとしたり、牛角で食べさせようとしたり、どういうことなんですか。成り行きのまんま行こうと。嬉しいけど、うん、成り行きのまんま行こうと思いまして、本日はこの牛角さん、はい、赤坂店さんでですね、はい、帰れま天をやるんですが、はい、俺牛角くんのめっちゃ久しぶりやから。僕はもう常連なんで。しかも今住んでる家、牛角さん、うん、徒歩1分です、うん、そら行くわ。っていうかさ、牛角のメニューとかさ、もちろん久しぶりに見たけどさ、はいはいはい、こんなうまそうのいっぱいあった。熟成系の肉なんかなかったで、俺が行ってた時代は多分なかったと思う。やろう。まあとりあえずじゃあ行きましょうか。じゃあ先に男気ナンバーを決めてくださいよ。ああ、なるほどな、はい、最初にやったやつね、はい、忘れてたわもう。男気ナンバーです。でもね、1は俺多分当てられるんだよな。だから当てにくそうなのがいいよね。5位とかがいいんじゃない。じゃあ5にしましょうか、うん、男気ナンバーは5ということでいいですか。五十嵐なんで。あ、そうね、五十嵐の5ということで。5で。じゃあそれでいきましょう。さあ、じゃあ1個1個頼みますか。まず多いよ。じゃあ、ま、ちなみに今日は牛角全店のベスト10、それとも赤坂店さんのベスト10。全店。全店。全店。ちなみに全店って何店舗ぐらいあるんですか。580ぐらいです。なるほどね。いや、そうなってくると難しいな。よし、いいぞ、1品目行ってくれ。最初なんでね、やっぱり専用ご飯米かよ。これ食べきらなくてもいい。これ置いといていい。一緒に食べたいので、食べ終わったら聞くで、とりあえず置いときたい。でも俺食わんで。あ、じゃあ俺だけ食べます。それお前のただの食事やん。違う、分かってない。牛角さん来てカルビ専用ご飯頼まないやつ、他の焼肉焼いてって感じだから。あ、そうなん。俺食ったことないよ。めちゃくちゃうまいから。じゃあカルビ専用ご飯大で。大かよ。牛タン塩。あ、いいですね。かネギ牛タン塩か上タン塩、三つあるんですよ。はい。こっち一応牛タンとネギ牛タン塩は一緒にしました。あ、よかったよかった。じゃあ牛タンこれ。絶対入ってるじゃん。うん、じゃあ絶対入ってる。え、これだからあれですよね。寿司の時みたいに一個一個じゃないでしょ。無理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 。一皿とかでしょ。一皿。うん、お前これ二人前とか言ってたらお前やばいね。ユッケ食いてえな。いや、お前が食いたいものを食うわけじゃないよ。いや食いたくない。入ってるってユッケって。みんな好きじゃん。俺ユッケ嫌いな人見たことないよ。生系が嫌いな人って結構いたりするよ。いるけどユッケはなくえるよ。もう微妙やな。来たよ。お待たせしました。カルビ専用ご飯。ありがとうございます。これこれめっちゃうまいんですよ。こちら牛タン塩ですね。はい、ありがとうございます。これは絶対入ってるよ。これは分からんけど、ご飯類が入ってるとしたらこれ。いやいや、ライスやって普通の、うん、いやいやいや、牛角さんはこれだから。海苔が嫌いな人もいるわけやんか。違う違う、だから違う、考え方が間違ってるんですよ。なんで。牛角さんって何特別なもんあるだろうと思った時にパッと思いつくのこれですから。マジ俺の中では1位。マジで。もうとりあえず焼こうか。だからこれ、なんでいきなりネギ、ネギの方バーンってやるの。ネギをなんで背にするの。どうしてもいいの。ネギ全部落ちるじゃん。タレください。はい、どうぞ。すいません。いいね、使っちゃった。全然いいですよ。この間頼んだ方がいいのか。そうそうそう、シューズ頼んでいい。いいですか。じゃあ桜ユッケで。はい。うわ、絶対入ってないや。じゃあまずは食べたいもの食べましょうよ。だからそれ普通のランチや。じゃあ牛角上カルビで。牛角上カルビ。はい。上にするんですか。いやいや、上とかじゃなくて。上と普通では別で。上と普通とは別。
え、すいません、上カルビやめます。牛角カルビにしてください。牛角カルビで、はい、承知しました。いきなりカルビいけるところ、まだいい若いですね。違うやん、1ページ目にカルビがあるんですよ、やっぱり。ドンといったときに、ここにドンって出るのがやっぱおすすめなんじゃないかと。ランキングに入っているから、これなんじゃないかと。いただきます。いや、これは入ってるって。いただきます。うん、うまい。うん、なんかお前普通に飯やんな。いや、だからお腹減ってる人の食い方の飯やん。しかもそれ、これだけは許してじゃあ、タン塩もちろん入ってるよね。入ってます。よし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 、まあまあまあね、まあ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 、これは入ってるよ。タン、カルビ、ハラミがベスト3。うん、俺もそう思う。でもそれプラスさ、ここに上カルビとか上ハラミとか入ってきたら、寿司の時のサーモンパターンね。そういや、あれは俺も ね予想外やった。サーモンめちゃ入ってたから。サーモンで入ってると思わないよね。ハラミでもさ、王様ハラミと上ハラミってあるとハラミって王様はね、入ってないでほしいっていう願いだけ。でかいね王様ハラミこれ。そう、でも牛角名物やぞ。俺は王様ハラミと普通のハラミ両方入ってる。上ハラミはない。いや、どうだろうな。まあ、とりあえず今カルビくるやん、うん、怪しいのはニンニクホイル焼き。いや、絶対入ってないって。うちのスタッフが、いや、そりゃそう、声オンでえって言った。そりゃそうでしょ。家族で来ると思うんだよ。家族で、別にお父さんニンニクホイル焼きに。この上の段で1個あるとしたら俺は炙りベーコンだと思う。ジューシーソーセージやろ、そこは。ベーコンなんだよ。牛角アイスは入ってるで。入ってないって。バカだな、お前。考えろ、ここのお店の名前は牛角やぞ。入ってないって。牛角っていう名称がつくアイスやぞ。こうしましょうよ、今回こうしましょうよ。何が絶対に自信あるのは一人で食う。で、お互い、あ、それなら納得っていうのは二人で分けて食う。どう、それ危ないわ。それ危ない、危ない、危ない。それ危ない、危ない、危ない。牛角カルビですね。はい、これはもう納得のランキングに、まあまあ、うん、絶対入ってる。で、こちらが桜ユッケ。はい、これは、これは怪しい。これ絶対入ってない。これは入ってない。うん、お前、飯食うてきてないの、うん、昨日の夜6時に食ってから何も食ってない。それただの腹減ってるして。これを一口食べた瞬間止まんねえぜ。発想がただのデブでさ、これ普通のカルビやん、うん、これ1人前ですか。はい、1人前です。すげえ量なんです。タン塩さ、5枚やったのにさ、カルビさ、7枚あんねんけど、なんで。じゃあこれはカルビね。うわ。めちゃくちゃ。確かにうまいし、合うけど。よし、俺これでカルビ終わりよ。うん。これで普通のカルビなんやな。やば。超カルビとかえぐいんじゃない？ご飯終わっても。お前絶対行くなよ、見張りの。大食いの企画やってんちゃうからな、お前。牛角カルビ入ってますか。入ってます。よし、でしょうね。まあ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 。カルビ専用ご飯入ってますか。入ってます。うわあ。入ってるんや。入ってたからおかわりしていいじゃん。奥馬桜ユッケ入ってますか。入ってます。入ってる。ほら、入ってるんだ。え、早くない？もうだって4品埋まってるやろ今。俺が食べたいものはランキングだと思う。これはこれに関しては。もうじゃあさ、ポンポンと行く？行きますか。じゃあ肉一品、肉じゃないの一品にしますか。ああ、いいよ。いいですか。はい、塩だれミノ。笑ってる。入ってるの笑いだから。何行こうかな。ピリ辛たたき9。
王様ハラミ。王様ハラミ。はい、承知しました。牛角アイス。絶対今じゃない食感でデザート食えるなんか女子タイプ考えて早めに片付けとこう作戦。いや俺絶対あれ俺食事中のアイス食べる人ほんと無理でもさ今もう順調に4品やろ。王様ハラミが入ってるやんってことはもう5円、うん、で王様ハラミが入ってなかったら俺普通のハラミが入ってる。どっちかは絶対入ってるやろ。下手したらでも2個入ってる恐れもあるからな。サーモンのトラウマすごいね下手したら2個入ってる。はい、こちら王様ハラミの味噌煮肉ですね。はい、でこちらが今の塩ダレです。はい、はい、ロースってさ2個あるんだよ。だからこのロースはどっちか入ってるかもしれない。タン、カルビ、ハラミ、ロース、ミノ。いや、ミノやって、ゴーゴーはワンチャンカルビ専用ご飯。あ、そっちけどもう俺は絶対それはもう逃れられない運命だから。もう5にした時点でカルビ専用ご飯頼まないやつとかいないから。いただきます。うまい。うん、やば。うん、あ、これうまいやん。ハラミこっちやって絶対入ってない。これまだ大丈夫や。全然まだ食事が始まったわけだし。いや食事じゃない企画やじゃあ王様ハラミ入ってますか。入ってません。おー、王様ハラミ入ってないんだ。やっぱりついに外したぞちょっとミノ食おうよ。あ、そう、あ、ミノもうまい。うん、じゃあピリ辛たたききゅうりと牛角アイスですね。両方入ってるよ、これ多分。え、うまい。黒蜜とさ、きな粉のさ、このトリプルトッピングというか、うんご。いや、口の中変な感じだわ、今。アイスとミノって絶対よ。いや、入ってないよ子供はアイス好きよ。子供が牛角アイス食べないと思う、そもそも。シンプルなバニラ抹茶で頼むと。ないもん、ほんと。ある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 。お前言うてくれな。普通のバニラアイスやん、入ってんの。とりあえず、はい、俺首終わったからさ、はい、牛角アイス、入ってますか。入ってます。ほら、見ろ。マジファインプレイ、超ファインプレイ、これは。マジ超ファインプレイ。納得いかん。ミノは入ってますか。入ってません。まあ、納得納得。お前見ろ、入ってる言うたよ。納得じゃないの。まあ、これでもホルモンは絶対いかない、俺は。それぞれ、俺は普通のハラミ行くから、お前これ行くんか。じゃ普通のロースにしようかな。塩だれのロース。味はどっちでもいい。見ろ、お前さっぱり普通に食事してるって。あ、今からキュウリ、入ってますか。入ってません。よし。知ってる。お前怒涛の勢いで外してるやん。